身武家。身武家とは、身武家は、ウリン家の価格を有する公家。藤原北家中見角流。寿命陰岐史流。江戸時代初期に、延期音の抜止、元木によって創立された、当初の加盟は羽川を名乗り、早村の代の時に身武を改めた。江戸時代の家録は百三十国。明治維新後に死尺。後に白尺に昇尺した。元尾は、幕末。 明治維新期の苦行で七強王家の一人。維新後は、三よ。母親戦争では、三謀となり従軍をし、合津藩を攻略した。越後府知事、東京府知事を経て、元老院議官、貴族院議員となる。明治十七年七月八日死の位を授けられた。明治二十四年白尺に昇尺した。元吉は、陸軍士官学校を卒業後、 陸軍軍人の道を歩み陸軍少将まで累進し、自重武官も務めた。夫人は国宮朝彦親王の第八王女演士、鈴子女王。元康も貴族院議員を務めた。元広は昭和天皇の第一王女重子内親王と、東国宮俊彦王の長男、森厚氏、森広の次男。署名は秀彦。身武家の養子となり、 第一ホテル専務などを務めた。また二人の息子、三部元なり、三沼港がいる。国立歴史民族博物館の旧校給料取調べ庁データベースによると、幕末期の三部家、道場家寮は山城国続き軍内里村のうち130国であった。三部家は、朝廷に仕えた地下の官人家、小家焼市着住で小家焼高市職を外し、 南北朝時代頃から身部を称した。江戸時代の家禄は百国。維新五段尺。家色は三道。大武士を世襲し、官武家と呼ばれた。昭慶秋氏は中世より大上官弁官局において初記録を司り、大武士、五位の左大使と三博士を世襲した。代々弁官局を取り仕切る、官武職に就いたため官武家と呼ばれた。局においても、 同様に取り仕切る局務が清原氏、中原氏、後中原氏のみの中から現れ、官務と局務は合わせて、両局と呼ばれ、近下,下の筆頭として、大上官の下級管理を統率した。平安時代、大月正重のこの修行、営業、高市職らは三名とも官務を務めたが、それ以後は営業竜さん博士を、高市職龍賀官務を相続することと決められた。 しかし、文治元年、1185年官務、高志職が、ご白河院と、源義経による、源頼朝追悼の院前に関わったとして、頼朝に開館され、幹務は営業のこの工房が継ぐこととなった。けれども、研究二年、1191年に、ご白河院の指示で、高志職が復職、工房は、幹務の地位を失う。の 既得に陥ると工房は、高市職の子、国宗と後継を争ったが敗れ、官務には国宗がついた。国宗の死去後次の官務に工房の孫、末次がつくと、末次は、朝廷の権力者九条道家と深い関わりを持って21年間に、渡って在職し、高市職流に押されがちだった、工房流の地位を向上した。それ以後正氏は、高流と流とに分かれ、 三博士は工房流が相続するものの幹務は、両流が対等の立場から争い合うこととなる。また、他の役職としても、三武家は修理東大寺大仏長官、または蔵東大寺次官、主伝頭を継承した。南北朝時代に入る頃、両流は邸宅の場所にちなみ、高市職流は三武家、工房流は大宮家と呼ばれていた。この時期区下全体が、 経済的に苦境を迎え、お月氏も、また例外でなく、官務職とお月氏伝来の郵送、内視家層の所有をめぐって、競争は一層激しくなった。両家はそれぞれ権力を持った国や武家に取り入り、三武家、明日照らし、晴富、正久、大宮家、長江、地元の争いは訴訟の頻発するほどのものとなる。応仁元年、1467年から、 の乱が始ままると、争いに巻き込まれ、大宮家の漢文庫が消失。大宮家は、文の職に支障をきたして、三武家が優勢となる。そして、大英七年、1五百二十七年、三武久と大宮維持の間では牧場によって、小ごと僧、内守家僧は、三武家の所有となり、領地を有していなかった大宮家は、経済的に逼迫し、 他の国同様地方の大名を頼って下校せざるを得なくなる。維持の頼った最国有力大名、大内氏の先で、天文21年、1551年、東春方の吉高に対する挙兵、大明寺の変により維持は、大内義高と桃内寺にした。元気3年、1573年、三部智吉に、 大宮家継承を命じる女房法書が下されて、大宮家は断絶することとなり、以後は、三武家が単独で、官務を継承し、大宮家正職の三博士も受け継いだ。中世から続く官務の三武家と、局、務の押し工事や、中原氏着流の両局に加え、近世になるとこれに、水筒の平田や、中原支所流が加わり、それぞれ、勘方、激方、 追悼方という三夜体制なる。そのきっかけは、江戸開幕後朝廷儀式が再考され始め、それに伴い三武家、押し工家の両局が地下官人を続々と登用し始めたことによる。地下官人の登用の一環として、虫家両明、大宮家所流、村田両春が三武康介の勇士となった。中でも村田家は、右大使を継承する家柄となる。これは、両局が、 多くの職務を担当し、それに付属する所領によって、経済的に余裕があったためである。朝廷を手中に収めたい、幕府側にとって、この独自の活動は意向に反し、牽制のために、平田家を両局と同じ地位にまで上げ抑制しようとした。これに、三武家は反発し、総論となるが、当主、三武康介の失脚により認めざるを得ず、価格では、平田家は、 両極から一歩引くという形で収束する。これら三矢は、近世地下官人の三階層、最官人、波官人、下官の人のうち、最官人を組織し、三模様と呼ばれ、俗に地下官人の投領とみなされて、明治維新まで朝廷に仕えた。身武家の価格は地下家だったが、江戸時代後期には、知員、稲江が、十三味に除されている。 三部康介は、徳川家康の聖遺体将軍就任の際、戦時の入った箱を捧げている。また幕末には、日米修好通商条約直許に対して、区業らが行った、停八88強烈3事件の際、官務、三部タスは水道平田職を治むとともに、地下官人97名による条約案撤回を求める意見書を提出している。三ブ家は、 近下ではあるものの筆頭格だったことから、同情家に順じて、おしこうじけと共に家族に列し、明治三年、1870年、身ぶたすくよが終身家族に、ついで明治九年、1876年、永代家族となった。そして、明治十七年、1884年には、小ミ夫が男爵に除せられた。なお、平武や、その他の氏一族は、 氏族となった。室町時代、三部春富の弟には、三部種行という者がおり、公家でありながら、武芸を好み、諸国に下校した末に下屋国に、三部城を築き後の三部氏を起こしたと言われている。実際には、種行は、毛の士族の三部氏、三部公の公営で、昇景や騎士を借りをかしたと考えられるので確証は、ないが、本性として昇景や騎士を称した。 その後戦国時代、三部氏は下野国において、三部、カヌマを拠点に、宇都宮氏などと抗争を続ける。しかし、豊臣秀吉による小田原征伐の際に、当主吉尾はと北条氏側に加担した上、征伐後に吉尾が死なく休止したため、絶景することとなった。ディブ、ディブ、国立歴史民族博物館の、急行給料取調べ帳データベースより算出した。 幕末期の身武家、地下家寮は以下の通り。三村、百国ごと一章一号三尺。また、一族は士官を務めたこともあり、以下のような日記が残っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。